はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、いや、メンテがね、遅くなったので、もう10時かっていうところなんですが、まあ、動画が上がっているぐらいは11時かな。ということで、しっかりやっていきたいと思いますけども、来週のクラブセレクションのですね、レベマー紹介やっていきたいと、いうことなんですが、来週はですね、アーセナル、シャルケ、マドリーロサス、これ、アトレティコのことですね。で、リバプールということで、こちらの4つのクラブからクラブセレクションが来るということになっておりますので、先ほどのリバプールのクラブセレクションに引き続きましてアトレティコのレベマ紹介やっていきたいと思います。2週続けてアトレティコですね。これは少し意外だったんですけども、まあリバプール対アトレティコのねクラブセレクションというか、そこでチャンピオンズリーグかな対象の試合となったのかなと思いますが、ということでですね、まあアトレティコのね、8選手を見ていきたいと思います。こちらの8選手ですね、オブラク、コケ、モラタ、サウール、パーティ、ジョアン・フェリックス、トリッピア、フェリペということで、こちらの8選手が来るというような形になっておりますが、このねジョアン・フェリックスのレベマ総合値がえぐかったんですよね。まあ一人ずつ見ていきたいと思いますけれども、しっかりやっていきたいというところでですね、早速いきましょう。どうぞ。まずはゴールキーパー枠はオブラクですね。まあオブラクは本当に、まあ、アトレティコのクラブセレクションが来るたびに言っているんですが、通常と全く変わらないんですよね。 GK センス以下全て。これをね正直コナミさんなんとかしてほしいなという印象なんですが、まあキック力、ジャンプ、フィジカルコンタクト、ここら辺はしっかり上がっているんですけども、 GK センス以下全く変わってないんですよね。まあもともと GK センス、キャッチング、コラプティング、ディフレクティングが全て完走しているので、まあ上げるところといったらクリアリングだけなのかなと思いますが、まあここをねクリアリング上げてほしいなというところですよね。でスキルは高弾道パントキック、 GK ロングスロー、 PK ストッパーの3つ、プレイスタイル守備的 GK ということでですね、クラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、クリアリングが3つ高い1番目のオブラクですね、これは PS4 の方のみの、登場となっているんですが、 PS4 の方はこのオブラクをね持っている方は使っていただきたいと思います。で、2回目3回目のところで2回目を持っている方は、まあ今回ね無理に引き継ぐ必要はないかなというところですね。でオブラク週刊 FP の方とファンズチョイスラディガ、こちらとね比較していきたいというところですが、最初のやつが週刊 FP、 真ん中のがファンズチョイスラディガということで FCL というような形になっております。で今回がクラブセレクション3回目ということで、まあご覧の通りですね、週刊 FP もすはファンズチョイスのところを持っている方は今回に引き継ぐ必要はないかなというところですね。まあこの3つだと、一番介護家になってはしまうのかなというところですね。で続きましてコケ選手ということで、コケもですね、この3回アトレティコのクラブセレクション来ているんですけども、3回目の登場ということで、まあコケも毎回登場しておりますが、ご覧の通りの能力値ですね。まずオフェンセンスが87でかなり高いですし、で次はボルコンドリブル、ボールキープの部分96、91、89、ここら辺はですねやっぱり足元の技術はかなり高いものを持ってますね。でパス系も95、93ということで、まあウイル2020はねパスがつながらないことで有名ですが、ここら辺のパス数値の高さっていうところも、かなり評価できる部分なのかなと思います。でスピード瞬発は79、84ですね。でまあキック力は90台あるので、まあミドルシュートっていうところも狙っていけるかなという印象です。でスタミナも92なので、中盤の選手でねスタミナ高いっていうところはかなり重宝できるかなという印象ですね。で逆足は3、コンアン6ということで、怪我体制1、レベマ総合値は3つ上がって95で、スキルですけども、まあ中でもミドル、ワンパス、ルーパス、バックスピンオブ、ピンポイントクロスだったりね、まあパス系のスキルはかなり多いかなという印象ですね。まあでもこれはかなりありがたいかなと思います。まあインターセプト持ちっていうところもかなり評価できる部分かなと思いますね。でプレイしたらボックスとボックスということで、まあコケもですねかなり強い部類のね中盤の選手になってくるかなという印象ですね。でクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通り赤が目立つクラブセレクションに、もしくはクラブセレクション3がいいかなという印象で、でこの2つを見比べますと、ボールコントロールが3つ高いのが今回で、フライパスが3つ高いのが前回なので、個人的にはやっぱりねコケって言ったらパス系のところ狙っていきたいので、フライパスが高い前回の方がいいかなと思いつつ、まあでも今回もねかなり高い能力値持っておりますので、今回でもかなり活躍はしてくれるかなという印象ですね。で続きましてモラタ選手ということで、モラタもですねアトレティコのクラブセレクション3回登場して3回とも登場しているという選手なんですけども、まあご覧の通りの能力値ですね。まあ、オフェンスセンス決定力96、91ということで、やっぱりここら辺はかなり高いですし、センターフォードの選手でボールコントロール、ドリブルともに90台あるっていうところはかなり評価できる部分ですよね。でヘディング96だったりジャンプ95、ここら辺の空中戦っていうところも狙っていける選手なのかなと思います。でスピード瞬発は93、85ですね。で逆足は2と3、コーン1、6という
ということで、ただ唯一ですね、やっぱりスーパーサブなのでスタミナがね、少し足りないですけども、やっぱりスーパーサブ後半から出してね、活躍できる選手なのかなという印象ですね。で、前回のクラブセレクション全て比較していきたいと思いますが、まあ赤が目立つねクラブセレクション2回目、先週のモルタが一番いいかなというところなんですが、決定力が一番高いのが PS4 の方のみ最初のクラブセレクションで、ヘディングが一番高いのが今回で、ジャンプも今回が一番高いというような形になっておりますので、空中戦でね、発揮できると言ったら今回のモルタなのかなという印象ですね。で、続きましてサウールということで、アプリ初登場ですね。このサウールが本当にいるかいないかで、結構アトレティコのねクラブセレクションも、A 評価か B 評価かそこら辺になってくるかなというぐらいの選手なんですが、ご覧の通りの能力値ですね。まあボルコンドブルボールキープ、ここら辺かなり高いですし、パス系も95、86ということで、特にグラウンダーパスはねかなり通るかなという印象ですね。で、あとはヘディング88だったり、ジャンプ86、フィジカルコンタクト85、中盤の選手でここまでね、フィジカル系の能力値が高いのは、まあなかなかいないと思いますけども、ここら辺もありがたいですよね。で、まあサウルといったらディフェンス系の能力値かなと思いますが、ディフェンスセンス84、ボールダッシュ87、アグレッシブネスも89ということで、ここら辺もかなり高い能力値持っておりますので、即戦力になる選手なのかなという印象ですね。で、コンワー7っていうところもかなり評価できる部分だと思います。で、レベマ総合値は2つ上がって95で、スキル面で見てもダブルタッチだったり、コンカだったり、あとはシュート系しっかり持ってますし、ワンパス、ルーパス、インターセプト、ここら辺の3つのスキルもかなり有能ですよね。で、プレイしたらボックスボックスということで、前回のサウルと比較していきたいと思いますが、ドリブルがマイナス3、スタミナがプラス3なので、まあ、PS4 の方はね、これは1回目のサウルの方がいいかなという印象ですね。で、続きまして DMF のトーマスパーティー選手ということで、パーティーも来ましたね。今回で2回目の登場となりますけども、ご覧の通りです。まずボールコントロールかなり高いですね。90代後半あるということで、このボルコンはえぐいもの持っているかなと思いますけども、まあパス系もですね91、83ということで、まあフライパスはそこまでないんですが、グラウンダーパスはですね、ある程度つなげれる選手なのかなという印象ですね。で、キック力だったりジャンプだったりフィジカルコンタクト、ここら辺のフィジカル系の能力値はあるんですが、ヘディングがね78ということで、ここが若干ネックな部分なのかなと思います。ただディフェンス系の能力値はかなり高いもの持ってますね。ディフェンスセンス90、ボールダッシュ94、アグレッシブネス93ということで、ここら辺のディフェンス系の能力値はかなり高いですし、逆足も3しっかり使えて、コンワン6っていうところもかなり評価できる部分かなと思います。で、スキルはスルーパス、インターセプト、ここら辺がね有能なスキルかなと思いますけども、まあワンタッチパス欲しかったなという印象ですね。で、プレイしたらボックスボックスということで、前回のパーティーと比較していきたいと思いますが、ディフェンスセンスが2つ下がった以外は、プラマイ0か、もしくは、そこを上げとなっているプラス1、もしくはアグレッシブですかね、4つ上がっているので、これは今回の方がいいかなというところですね。ということで、今回の目玉の選手かな、ジョアン・フェリックス選手ということで来ましたね。アプリの方にも初登場となります FP ジョアン・フェリックス、めちゃくちゃ強い能力値持ってまして、まずレベマ総合値から見ていただきたいんですが、99ということで、これはえぐいですね。で、能力値自体も本当にえぐいもの持ってまして、まずオフェンセンスがプラス7で95、一番上がった能力値になるんですが、7つも上がっているので、これは本当にえぐいもの持ってますし、決定力も94しっかりあるんですよね。このオフェンセンス、決定力、得点能力のところがですね、かなり高いものを持っておりますし、あとはボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、特にボールコントロールは完走しておりますので、かなりドリブルしやすい選手かなと思いますね。で、パス系も93、90ということで、パスもしっかりつなげれる選手です。で、スピード瞬発は95、96、かなり足の速い選手ですし、キック力だったりジャンプ、ここら辺もヘディングも87あるので、空中戦っていうところも狙っていける、ワンチャン狙っていけるのかなという印象ですね。で、逆足は3、コンワン6で、怪我耐性3ということで、レベマ総合値が驚異の99ということで、本当に週刊 FP の方で一回見てみたいなというところなんですが、スキルはですね、ただダブルタッチだったり、ここら辺のね有能なスキルは持っていないかなというところですね。シザーズ、エラシコ、シャペー、エッジターンということで、まあエッジターンは使えるかなというところなんですが、あとはパス系でワンパス、ルーパス、ということで、まあシュート系のスキルも欲しかったかなという印象ですね。で、プレイしたらチャンスメーカーということで、前回のジョアン・フェリックス選手の FP と比較していきたいと思いますが、前回がですね金玉のジョアン・フェリックス選手なので、これはかなり、違いが見られるんですが、特にまあオフェンセンスだったり、ここら辺に違いが見られるかなという印象ですので、これはやっぱりですね、今回のジョアン・フェリックス選手の方がかなりいいかなというところですね。
で、アトレティコのクラブセレクションも残り2人となってきましたが、まずは右サイドバックトリピア選手ですね。トリピア選手の能力値ですけども、まずフライパスがプラス6で96、ここら辺はかなり高いですし、スキルにピンポイントクロス持っているので、フライパス96と合わせてこのね、空中戦というところもモラタとかにね合わせて狙っていけるのかなと思います。で、あとはカーブも91しっかり持ってますし、スピード瞬発も86、85でかなり高い部類に入ってくるかなと思いますね。で、ディフェンスセンス82、ボールダッシュ85、アグレッシブネス87ということで、まあトリピアはですね、ここですね、後半5というところが若干ネックな部分かなと思いますので、ライブアップデがいい時期は使うかなというところかなと思いますね。で、スキルはバックスピンロブ、ピンポイントクロス、テイダンドロブ、ロングスローの4つ、プレイスタイルは攻撃的サイドバックということで、前回のトリピア選手と比較していきたいと思いますが、ボールコントロール、フライパス、ヘディング、カーブ、あとはディフェンスセンス、ボールダッシュ、ここら辺が高いという形になっておりますので、個人的には今回の方がいいかなという印象ですね。で、アトレティコラストはですね、フェリペ選手ということで、フェリペもですね、個人的にはかなり高い能力値持っているかなと思います。まあ、特にヘディングがカンストっていうところはかなり評価できる部分ですし、アグレッシブネスも98でかなり高いものを持ってますよね。で、ディフェンスセンス、ボールダッシュは89、90ということなので、ここら辺のね、ディフェンスセンス、ボールダッシュが高ければもう少し使っていけたのかなというところと、スピード瞬発が81、78なので、ここもね、共に80台あればというところだったんですが、コンワン7は本当に評価できますね。で、スキルはヘッダー、インターセプト、アクロバティックで闘争心の4つ、プレイスタイルハードプレスということで、前回のフェリペと比較していきたいと思いますが、ヘディングが3つ上がって、フィジカルコンタクトが3つ下がっておりますので、個人的にはやっぱり完走しているというところがね、かなり評価できる部分なのかなと思いますので、個人的には今回のフェリペの方がいいかなという印象ですね。ということで、本日はアトレティコマドリーの、クラブセレクションを紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ本当にモラタを持っていない方は本当にモラタもね、狙っていけるかなと思いますし、あとはサウル本当に欲しいところですよね。で、あとはやっぱりジョアン・フェリックス、狙っていきたいところかなと思います。ぜひですね、月曜日のクラブセレクション登場した際には誰が当たったのかコメント欄にて教えていただきたいと思います。ということで、本日はここら辺で終了していきたいというところで、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。